はい、叩く。すげえ。右で回れないじゃん。回れない。そう、右で回れない。回りようがないです。一緒だよ。1、2、まず。1、はい。アイアンよりウッドは腰下に手元が来やすいから、うん、そんな変なの。悪くない。うん。かもしれない。ちょっとアップライトなのから。1、2、で、はい、叩く。そう、そう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 。だから骨盤は2本足あって、その仙骨が真ん中にあって回るんだけど、どっちかに偏ってきてこう回らないと大きく回れないでしょ。でも、真ん中で回るからこういう風に出てくるじゃん。絶対。それを出てくるのを出てこないようにってやって無理なわけ。無理。エネルギーを出すから。すごいやってたけど、ね、そう。だから右足を我慢するとかはすごいナンセンスなわけ。ベタ足とかにするとかはナンセンス。運動パターンを変えなきゃ絶対ダメだから。ワン、叩く、叩いて。ツー。で、はい、そのまま叩くだけだから、ドーンとこれだけ。完璧じゃん、見て。側屈めっちゃ怒ってるでしょ、勝手に。おいおい、美しい動きになる。なんでプロはこれできちゃう？いや、結構叩くってこう、ドーンって叩こうとしてるから、ね。いい質問で、例えば、ゴルフ始めた時に初めてロッテ葛西行って、バーンって空振りしてる時とかは、大体みんな、こう、振る、まずゴルフで、もう適当だけど、こうやってこうやってバーンってこうやって振ってる人とかは、結構左に乗ってるわけ。そう。だから結構初心者の人とかの方が、こう、当てようとか考えてないというのが、こうやってバッとして、左にはとりあえず乗ってるわけ。こっちの方が。そう、足上がって、こうとかなると乗ってるでしょ。でも、これが、いざ、じゃあゴールちゃんが先輩と行きましたで、空振り3、4回してたら、先輩教えなきゃと思うでしょ。だボールよく見なさいとか、もう頭を動かすなとか、足上げちゃダメとか言われると、今度、急に運動パターンが、これをそうか、ちゃんと当てなきゃいけないんだと思う瞬間に、こういう動作が変わるわけ。だ運動パターンが違うだけ。だから、初めから実はゴルフってのは、こんぐらいボールが大きかったりしたら、当たるじゃん。こう振ってるうちに円弧を作って。だから、そうすると結構、空振りしないでしょ。空振りするって気がしないから、やっぱりこうちゃんと力を出そうと思って、こっちに、この今の位置、2のこの運動が多分作られる。そう。で、そのまま行った子たちが結構プロだったり、うまい子たち。でもお父さんがうるさかったり、空振りしたり、チョロ打ったらめっちゃ怒られたりしたら、もう恐怖心からこうするでしょ。先端を小さいボールの対象物を合わせをするとこういう動作いる。だから本当に子供とか特に後者なんかさ、女の人の初心者の人とか多いでしょ。だから空振りとかを絶対良くないと思っちゃいけないわけ。空振りとかしてる人の方が絶対いいスイングしてるから。はい、1、2、3で。1、2、3。長い分、ここが辛い。うん、長い分、ここが、なんか。そう、でもここ、この辺でいいよ。パッと。切り返しの、切り返しだけだから。そう、ポン。うん、ヘッド戻さなくていい。ヘッド戻すとまたほら、合わせになるでしょ。手元。1、2、で、3。1、そうそうそう、2、で、3で振って。そうそう、そういうことですよ。だから横に水平叩こうと思ったら、はいっつったら、そう、こうやって戻すじゃん。うん、でも、ゴーちゃん、こっからやった時に、ここ変えないで。はい、変えない、ここ変えないで。変えない、はい、変えないまま、はい、ウィーンって、こうやって打ってるわけ。わかるでしょ振り遅れでしょ、それは。遅れる。ゴーちゃんの場合、横に水平して、こう潰れたまま、こう、起き上がるんですよ。うん、それ、ここでインパクトしてるんですよ。やばいでしょ、右行くでしょ。やばい。ただ打ってくる。そう。ただ打ってくればいい。パンそうだね。そう。ほら。こうなってんの？そう、こうやってんの。ああ。これだけの話、ドライバー苦手で最近意識を持ってたの。クラブ大きくなるわけだから、長くなるわけだから、持って帰る率が大きくなるじゃん。うん、外れる率も大きくなるし。こんな行かないもん、他の人。そう。こう。そう。そう。返そうもなくなってくる。1。返さなくていいんだ。帰るから。2。胸開かなかったらもう。捕まってるでしょ絶対。こうね、鏡見ながらやると、自分の左胸の横に今左上腕があるついてるでしょ、うん、これが、はい、トップ行って。ずれたでしょ、うん、はい、ダウンで、1位で。はい、戻ったでしょはい、これで OK。戻る、こうなるわけじゃん。はい、戻った。はい、1位。はい、戻った。2位。で、はい、3位。そう、ドシンプルなドリルだけど、だいぶ大事。なんか今いろいろやったから理解わ、うん、かるよね。そう。その最初の頃にこれやってたら分かんないな。形作るだよね、うん。多分形作ると思う。なんかよくこういうやったことあるでしょ。うん、こうなんかグリップ叩いたりとか、うん、やったことあるけど、うん、結構辛かった。そうだよね。力でやっちゃうからね。そうはい。1、そう。修復だけだよ。そう。2。はい、修復。
そう。そういう余韻のフィニッシュだよね。綺麗。でもこんなもんね、多分結構体染み込むから一発目でもできるけど。1、はい、でパーン。ほら、一緒でしょ。